コールオブデューティシリーズ of Duty m o d e モダンウォーフェア3コールオブデューティーモダン,ウォ,モダンウォーフェア3は f p s である COD シリーズの第8作目 COD4 のストーリー登場人物世界観を引き継いだモダンウォーフェアシリーズとしては3作品目となる開発はインフィニティワードとスレッジハンマーゲームスの共同で行われた北米では2011年11月8日に発売 日本では字幕版が2011年11月17日に日本語吹き替え版が同年12月22日に発売された。ローカライズ及び日本語版販売はスクウェアエニックス。アメリカ・イギリスでの発売初日の売上本数は650万本以上以上を記録。これはエンターテイメント業界の発売初日記録でも最大級の記録である。日本では PS3 版が初日18万本、Xbox 360版が3万本、に騎士合計で21万本を売り上げた。5年前、ソープとプライスは激戦の末にロシアの超国家主義派のリーダー、ザカエフを倒した。しかし、彼には狂犬と呼ばれる恐るべき後継者、マカロフがいた。マカロフはアメリカ人になりすまして、 ロシアの国際空港で無差別テロを実行し、アメリカとロシアの二大国間の全面戦争のきっかけを作る。しかし、この背後には、マカロフ以上に全面戦争を望んでいた男、シェッパード将軍の思惑も絡んでいた。その真実を見抜いた、ソープラは、シェッパード将軍に消されそうになるが、逆に、シェッパード将軍を追い詰め、満身創痍になりながらも倒す。だが、 彼らの検討虚しく、戦火は広がり、世界中を巻き込んだ第三次世界大戦に突入、ソープらは国際指名手配犯になってしまう。追跡を交わしながら、プライスと協力者のニコライは禁止のソープを隠れ家に運び込む。物語はこの直後から始まる。前作において、一方の主役人を務めたロシア超国家主義家撃破を追っていた国際特殊部隊。 COD、メガワットに後半で、ほぼ壊滅している。本作における TF141 とは、ロシアにおいて、ザカエフ以後の超国家主義派が政権を掌握する、現状、以前の体制を支持する、旧体制支持派の義勇兵や、彼らを支援する PMC に、生き残りであるソープやプライスが合流して形成される、非合法戦闘集団の故障となり果てているが、 その目的は変わっていない。アメリカ特殊作戦軍の一部にして、アメリカ陸軍特殊部隊のうち、カウンターアテロを専門とする一部門。本作ではその中でも、偶然命令待機体制だった数チームが、オーバーロードの指揮下に配属され、数々の重要な作戦を担う。イムラン・ザカエフ以来の強いロシア、そしてソビエトの最高を目指す、政治思想。 COD、メガワット2の冒頭時点で、新興の大型国際空港にザカエフの名が冠されるほどに、ロシア国内の政治的主流派として膨張している。一方で、それ以前からの暴力的極右間撃派としての暗黒面を担う勢力も、歴史の裏側で暗躍している。それらは、マカロフとその側近からなる派閥を中心としており、これを便宜上、 インナーサークルと呼称している。前作の COD メガワットに前々作の COD4 のゲームシステムを踏襲している。プレイヤーはプレイを重ねるごとに経験値が増えていき、それにつれてレベルが上がっていく。本作ではレベルの最大値は80に設定されている。隠し、キルストリーク、モアブキルストリークによるキルを除く。 連続25キル達成で取得できる。発動すると10秒のカウントダウンが開始され、0になるとエリア全体が爆撃される。使用者はその時フィールドにいる敵プレイヤー全員を起るし、敵の電子機器を一定時間使用不能にする。プライス、ソープが M1911 を所持しているが、今作では使用不可能。現在発表されているキャストのみ。 COD シリーズでは、著名な作曲家を起用する傾向にあり、メガワットシリーズでは、映画音楽の作曲家を起用する傾向にある。本作の音楽は、世界侵略、ロサンゼルス決戦や、エクスペンダブルズ、ドラゴンボールエボリューションなどを手掛けたブライアン・タイラーが担当した。ありがとうございます。